中国を貫く大河、長江。下流域では揚子江とも呼ばれています。岸辺に寄り添う町の一つが南京です。揚子江に近いいくつかの場所に慰霊碑が建てられています。今から78年前の日中戦争当時の悲惨な出来事を伝えるためです。南京虐殺、南京事件などと呼ばれるこの事件は、1937年12月以降日本軍が行ったとされる中国人への残虐行為です。中国側は犠牲になった人の総数を30万人以上と主張しています。戦後日本で行われた東京裁判では20万人以上が犠牲になったとされ、松井岩根元陸軍大将が死刑になりました。以後犠牲者の数については多様な意見が飛び交います。日本では数万人や20万人など議論にもなってきました。近年ネット上などにおいては、あれは虐殺ではない、または行為そのものがなかったという声まで上がっています。日本政府の見解は、非戦闘員の殺害や略奪行為などがあったことは否定できないとしつつ、被害者の具体的な人数については諸説あり、正しい数かを認定することは困難であるとしています。南京陥落、当時勇ましく伝えられた南京攻略戦。しかし日本国内では残虐行為は報じられていませんでした。南京戦に参加した兵士は、南京で見たことは決して口外するな。公式な記録の多くは終戦時に処分されたと言われています。一枚の写真があります。防寒着姿で倒れている多くの人々。これは南京陥落後の中国で日本人が入手した写真と言われています。果たして南京で撮られたものなのでしょうか。これは南京戦に参加したある兵士が書き綴った日記です。捕虜せし死な兵の一部5000名を揚子江の沿岸に連れ出し、機関銃を持って射殺す。年寄りもいれば子供もいる。一人残らず殺す。それは加害者側の告白でした。この日記を書いた元日本兵は、何万という補助は殺したのからまずにね、俺は生きて帰って喋って、それが出すんてなと思って。兵士たちの遺言と残された日記が伝えるものとは、多くの部隊が手柄を競った南京攻略戦、その中のある部隊の記録を遡ります。
南京事件を長く調査している人がいます。福島県出身の小野健二さん。小野さんは地元である福島県から南京攻略戦に参加した部隊があることを知り、興味を持って調べ始め、すでに27年が経ちました。福島県会津若松にあった六兵第65連隊っていう、その人たちの証言を聞いて、証言を聞いた上で、まあ、証拠としての日記を中心に集めてきたという、うん、それを延々とやってきただけですね。俺が証言を聞き始めた頃はちょうどみんな80歳以上ですからね。だから会うのは限界があったんですけど、一応その中でも200人には一応何らかの形で話は聞きました。もうみんな亡くなったんじゃないですか。もう100歳以上ですからね、生きてても超弱い人なんで。これは、ま、ひ孫のおもちゃ箱から出てきたやつ、陣中日記ですね。兵士たちが綴った戦の記録。小野さんは元兵士たちの家に何度も通ったといいます。集めた日記はコピーを含めると31冊。そこに書かれていたのは、これは本人からもらった譲ってもらったやつ。品字編日記帳と書いてますね。これは割と戦後貼ったんでしょうかね。古めかしい革張りの表紙に年季の入った赤い背。昭和12年9月から南京が陥落するまでの3ヶ月間ほぼ毎日書かれています。今から19年前に亡くなった陸軍の上等兵の遺品です。男性は三方兵、歩兵第65連隊と行動を共にしました。日記にはごく普通の農民だった男性が身重の妻を残し戦場へ向かう様子が記されていました。10月3日午後6時ごろ、いよいよ上陸して信濃の土地を踏んだ。空襲となり我が友軍の打ち出す高射砲機関銃は火花を散らし、これが本当の戦争かと思った。上海などに上陸した上海派遣軍、当初の作戦任務は居住していた日本人の保護でした。しかしこれは陸軍の命令書です。軍部の判断で当時中国の首都だった南京攻略を目指すのです。日本を経って1ヶ月、日記からは次第にふるさとの話題は消えていき、食べ物についての記述が増えていきます。11月4日、皮脂を取って食すもの、落花生を掘り切りて煮るものなどもある。突然のことだった南京への転戦、後方支援はほとんどありません。11月16日、食料の補給は全然なく、信濃家屋より南京米その他のものを挑発して一命をつなぎ前進す。挑発とは
強制的に民間人から物資を集めることを言います。そして2ヶ月前までごく普通の農民だった男性がついに民間人に対して銃口を向けたというのです。11月17日ニャーを一人連れてきたところ、我らの目を盗んで逃げたので、直ちに小銃を発射し射殺してしまう。11月25日実に戦争なんて面白い。酒の好きなもの、思う存分飲むことができる。12月日本軍は南京に迫っていきます。中心部は高い城壁で囲まれた巨大な要塞です。日本軍が取った作戦はいくつもの部隊による完全包囲作戦でした。城東兵が所属していた三方兵第19連隊は歩兵第65連隊などと隊を組んで揚子江沿いを遡っていきました。この包囲作戦で中国兵や多くの民間人が揚子江を渡れずに取り残されました。12月13日ついに南京陥落。その後松井元陸軍大将の入城式が行われました。揚子江沿いを遡っていた城東兵たちの部隊は武器を捨てて降伏してきた多くの中国兵を捕虜にします。12月14日途中敗残兵を1800名以上捕虜にし、その他たくさんの正規兵で合計5000人の敗残兵を捕虜にした。捕虜はその後も増えていき1万人を超えていきます。そして12月16日捕虜せし支那兵の一部5000名を揚子江の沿岸に連れ出し、機関銃を持って射殺す。その後銃剣にて思う存分に突き刺す。自分もこの時ばかりと30人も突き刺したことであろう。山となっている死人の上を上がって突き刺す気持ちは鬼をもひしがん勇気が出て力いっぱいに突き刺したり、うーんうーんとうめく支那兵の声、一人残らず殺す、刀を借りて首をも切ってみた。投降した捕虜を殺害することは国際法で禁じられていました。調査をしてきた小野さんは日記を書いた城東兵にインタビューをしていました。この映像は今から21年前に撮影されたものです。機関銃持ってって、まだまだその捕虜に向かってぶっちゃったんだ。捕虜はこれはみんな死んだけれども長年たまに当たんねえ兵隊がいるかもしれないから、みんな着剣してその
芝居の上を継いだらけと、雑貨雑貨継いだらけた。もうおそらくそうだな、30年ぐらい継いだと思うだ。うん、ランマンという補助は殺したのだからマジにね。これは同じ作戦に参加していた別の兵士の日記です。17,025名の3分の1を引き出し射殺す。さらに違う兵士の日記にも、様子後半にて銃殺。小野さんが入手した日記や写しは合わせて31冊、その多くが捕虜の銃殺に触れていたのです。中にはこんな日記も。これは16の記述が消されてますね。インクだから消されちゃう。これ12月15日まではあって、この後はないんですか。銃殺があったとされる16日だけが消されて空白になっていました。戦後になって諸説飛び出した南京事件、その根拠の多くは戦後になって記された文書や証言でした。一方、これらの日記は戦場で書かれたもの、つまり一次資料です。上等兵の日記の記述に不自然な点や矛盾がないか、さらに調べてみることにしました。日記によれば、上等兵はここを神戸港から白馬三丸という船に乗って上海へ向かったと記されています。港のそばにある資料館を訪ねました。白馬三丸の記録が残されていました。船は民間からの徴用船でした。最大時速は 13.3 ノット。1時間におよそ15マイル進むことになります。日記では上海までは5日間かかっています。上海までの直線距離はおよそ830マイル。日記の記述と矛盾しないことが分かりました。上海上陸後の足取りの確認はできないのでしょうか。防衛省の研究施設に軍の公式な報告書が残されていることが分かりました。上等兵が所属していたのは三方兵第19連隊です。上等兵が書いた10月の日記と照らし合わせてみます。大乗鎮という場所ですね、陥落の日と書いてありますが、こちらのですね、資料にも大乗鎮粉砕死というふうに書かれています。日記と公式な記録は符合しています。ただこの部隊の12月以降の報告書はここでは見つけることはできませんでした。この先の南京に行った時の部分がないんだな。ぷつりと消えた連隊の公式記録。しかし別の資料が日記を裏打ちしていました。これは従軍していた新聞社のカメラマンが撮影した65連隊が捕虜にした中国人の写真です。これを報じた新聞によれば、捕虜の数は14,777人。翌日の報道では
大量、すし詰めと表現した上で、弱ったのは食事で、これだけの人間に食わせるだけでも大変だ、茶碗を15,000個も集めることは到底不可能などと苦労話が書かれていました。捕虜のその後を捉えた一枚の写真があります。欄外には幕府山の捕虜。この写真は福島の65連隊の日本兵が所有していたものです。着剣した銃を担ぐ日本兵の隣には、後ろ手に縛られ防寒着を着た捕虜も写っています。裸足の足元には冬の西日が長く影を伸ばしています。12月16日、捕虜は揚子江西の中国軍の海軍施設へ連行されたといいます。当時日本軍が使っていた機関銃です。その引き金を引いたという兵士の音声が残っていました。この方をお客さんと呼んでね、こんばんは、お客さんが来てお客さんを処理するんだ、そしてずっと呼び子の証拠の呼び子の合図で一斉射撃で、ダダ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 ダ始まる。暗闇に響く銃殺の合図。処刑はこの日だけで終わらなかったといいます。翌17日、現場は揚子江の別の河川敷。これは65連隊の伍長が後日スケッチしたものです。河原に集められた捕虜を日本兵の機関銃が半円形に囲んでいます。同じ現場にいたという別の兵士の証言。でも とにかく1万も集めるっちゅうだから、相当白い砂柄だったね、有機鉄線かなんか後ろ周囲に貼ったていなかったんだな。機関銃隊に所属していた兵士は、機関銃の敷地、高くしてね、はい、砂でこう持ってこうやってぶっただから、5、6発ぶったけも100、360発、200発ぐらいぶったのかな。2日間で多くの捕虜の命が奪われていったといいます。何冊もの日記や証言から浮かび上がってきた南京事件。私たちは現地取材のため中国へ向かいました。戦後大きく発展を遂げた町南京。戦争の傷跡は今はかなり少なくなったといいます。市内のところどころに残る城壁、その一部に痕跡がありました。事件に関わる資料が展示されているという虐殺記念館。私たちは館内の撮影を申し込んでいました。ところが1ヶ月の交渉の末、明確な理由が示されないまま断られてしまったのです。
残されたのは数少ない手がかりです。スケッチに描かれた捕虜の銃殺場面、あのすし詰めにされた捕虜収容所から捕虜たちは一体どこに連れて行かれたのでしょうか。スケッチには捕虜収容所からヨース港へ連行する経路が描かれていました。ある兵士は爆風山を右に回り1時間ちょっとと証言しています。手前に描かれている細長い山が爆風山です。当時の日本軍の地図には爆風山には中国軍の砲台が記載してあります。私たちは爆風山へ。探してみると山頂付近に中国軍の砲台跡が残されていました。眼下には楊子港、そして中洲が見えます。伍長の描いたスケッチとほぼ一致していました。スケッチに描かれた場所はこの辺りと推定できます。そしてその前日の16日の銃殺が行われたという海軍施設は少し上流のこの辺りでした。私たちは取材で浮かび上がった情報を CG にしてみました。楊子港岸に立っていた中国軍の海軍施設です。16日の昼間、日本兵がやってきてコンクリートの壁にいくつもの穴を開けました。そこに機関銃を設置、銃口は楊子港側に向けられています。そして夕暮れを待ちます。あの上等兵の日記には、捕虜せし死な兵の一部5000名を楊子港の沿岸に連れ出し、捕虜が歩かせてやってきたんですよ。夕方暗くなってきた。後ろ手に縛られた捕虜たち、楊子港と統治下のようになった建物に挟まれ逃げ場はありません。そして合図で始まる一斉射撃。その後銃剣にて思う存分に突き刺す、一人残らず殺す。翌17日が河川敷での銃殺でした。河原には鉄条網が張られました。外側に砂を持って台座が作られ、機関銃が並べられます。機関銃の上にはシートが、連隊本部と連絡する野戦電話も引かれました。辺りが暗くなり、やがて捕虜たちが到着、そして岸辺に用意された2本の松明に火が灯されます。あいつがあったわけだ。明かり見えたらもう一斉にもう機関銃ぶったんだから。機関銃同士の相打ちを防ぐためにこの松明の間を狙って引き金を引いたといいます。伍長のスケッチの余白にはこの時の打たれまいと人から人へと上り集まる様、すなわち人柱は剰余になっては崩れなっては崩れした。その後片っ端から突き殺して夜明けまで
そのところに石油をかけて燃やし、柳の枝を鍵にして一人一人引きずって川の流れに流したのである。揚子江の岸辺が処刑場に選ばれたのは多くの死体を処理するためだったといいます。揚子江岸で起きた銃殺での犠牲者の正確な総数は今もはっきりとはしていません。戦後になって捕虜を解放するために揚子江岸に連行したが、暴動を起こされたのでやむなく銃撃したという証言がなされたことがあります。しかし小野さんが31人から集めた戦中の一次資料には解放するという話は全く書かれていませんでした。捕虜の銃殺、地元の南京では直接事件を知る人を見つけることはできませんでした。ところが揚子江沿いで銃殺を目撃したという日本人が大阪にいることが分かったのです。南京での銃殺を目撃したという96歳の男性、当時18歳だったこの男性は海軍兵士として南京戦に参加した際に揚子江岸での銃殺を目撃したといいます。12月18日というのは午後の2時頃に突然機関銃の射撃音が響いてきて、河川敷の中に火を吹く機関銃と倒れてワイワイ。これまで確認できた処刑場所は2カ所でした。そして海軍兵士が見た18日以降の場所はこの辺り。銃殺は揚子江沿いのいくつかの場所で行われていたことになります。銃殺は連日続いていたとこの男性は言います。しかしなぜ海軍兵士が南京にいたのでしょうか。海風がある、これがその時の船ですか、第24駆逐隊の海風。男性はこの駆逐艦で信号兵をしていたといいます。あまり知られてはいませんが、海軍は揚子江を遡り南京戦に参加していたのです。防衛省が保管している海軍の公式記録にも海風が。海軍兵士は駆逐艦の上からこんな光景も目にしていました。南京の車艦で停泊中、その時に、いかだに死体の山を積んだのが4隻流れてきました。いかだについては軍の公式記録にも記載されていました。敗残兵南京上流よりいかだにて逃走せんとす。駆逐艦から銃殺を目撃したのはその2日後だといいます。それいわゆる陸軍のね、重機関銃の銃座が片っぽにあって、河川敷にトラックで運ばれてきた
25人か30人程度の人が重機関銃の標的にされて撃ち殺されてたということですね。はじめはダダダンダダダンダダダンと、やがてはタタタンタタタン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 と、もう残り少なくなったら弾が一発でバンバンと狙い撃ちしているようなのが音聞いて分かるという方に慣れてしまった。男性は南京での戦いを終え長崎県の佐世保へ戻ると、海軍士官からある注意を受けたといいます。南京で見たことは決して口外するなということを注意されましたね。南京事件は戦後になって表面化しましたが、78年が経った今も論争が絶えません。私たちは捕虜の銃殺に関わった部隊の記録や目撃者の取材を行ってきました。現地では被害者側の声を聞くことにしました。南京市政府から事件の被害者とされる中国人を3人紹介されました。被害者として来日し講演をしたこともあります。一人目は当時10歳だったという男性。親戚や近所の住民などと店の地下に隠れているところに日本兵が来たといいます。32歳、他说这上面问题不大，痛，叫夫妻就舅父给他捅死，一共七个人在搞这儿。二人目は当時13歳だったという男性。日本兵によって住んでいた家が放火され、中にいた幼い弟が死んだというのです。私たちは二人の証言について裏付け取材を試みましたが、当時の状況はすでに大きく変わり、他の目撃者も見つかりませんでした。3人目の女性は1928年生まれのアイ・イーインさん。9歳の時、農民だった父親と親戚を殺害されたといいます。翌日、村に再び日本兵が現れ、愛さんの父親を連れ去ったといいます。日本兵の仕打ちはそれだけではなかったといいます。親戚の女性も連れて行かれ強姦されたと訴えました。現在は南京中心部に住んでいるという愛さん。日本軍が来た時に暮らしていたのは郊外の虚構村だったといいます。これまで私たちが取材してきた揚子江岸の銃殺とは別の場所です。南京市政府担当者と別れた私たちは単独で事件があったという虚構村へ。南京の中心部から直線距離でおよそ45キロ。田園風景が広がる場所に村はありました。取材開始から1時間後。なんかおじいさん、今おじいさんが来てね、
この村で暮らす男性。彼は村で起きた事件のことを聞いたことがあるというのです。那个哪里啊？啊，在哪里？杀的谁了？什么地方被杀的？那几天，我都很得瑟。是。人混大人过来弄小妻子混了的，嗯，这个人抓个小妻子混了的，找个地方来，一手这个等，一手站那个路二米二，这个等着的混了的来，那个临行的他就是坏的旁边，把他帮忙，那时候帮忙去。以前嘛，从大瓜哎，就从长义路大瓜哎，啊，大瓜死了一条腰，那邻近的帮忙，邻大那个小孩，那个邻近小小娃个，贴在旁边，啊，邻近的杀的。一般的话，大概或者下手杀的。都是一般的老百姓吗？都是老百姓，全种田老百姓。还带点那，农民的话，全老百姓。日本兵を歓迎した農民たちが殺された。それは愛さんが語った内容と同じでした。取材を続けると村人たちが集まってきました。そして愛さんは昔この辺りに住んでいた、村の外れに一家の墓があると教えてくれました。お墓を案内してもらえる。ああ、不意、ちょっと待ってください。ああ、いいよ、そこから構わない。男性は私たちがインタビューした愛さんの親戚だといいます。村の外れに立つ一族の墓。墓石は近年作られたものだそうです。78年が経った今、たどり着けたのはここまででした。民間人の殺害、それは当時海外メディアにより指摘されていました。南京の特派員たちが報じていたのです。そして現在の日本政府も非戦闘員の殺害や略奪行為などがあったことは否定できないという公式見解を示しています。南京陥落時、中国兵の中には軍服を脱ぎ捨て民間人に紛れ込む者もいたとされます。日本軍はそんな兵隊と民間人の区別ができなかったり、あるいはほとんどしないまま殺害した例もあるといいます。私たちの手元にある一枚の写真、防寒着姿で倒れている多くの人々。これが南京で撮られたものならば、後ろの川は揚子江と考えられます。調べる手がかりは後方に写っている特徴的な2つの山の稜線。そして右手にはなだらかな丘陵が続いています。戦争を振り返るとき、日本人は自分たちを被害者として考えることがあります。しかし多くの命を奪ったという一面も忘れてはなりません。歴史を踏まえ、これからどう進んでいくべきか。
今問われています。